が多かったんだ今年は。ありなんだこんだけ天気予報ができる天気予報昨日おさむちゃんのもなかなかなんだけど面白くて誰おさむくん。ああ、あそこやろ。あ、二つやろ。違う違う、家下のとこんと。あ、また別のとこや。毒だった。マジで昨日だからなんか十分あるかも。水抜けんちゃろ。水を消すと昨日落ちるとこ天気。ああ。ほんまに取っとらんやった。なんで取ってたの。綺麗なやつはほんまに取らんでよかった。倒れとらんで。今年はあんまり倒れとらんでよかった。台風の雨影響なかん。あ、凝らしたもん。下かい？どこらどっちかい繰り返しとる。赤は昼繰り返しとってねって言うとったから。ああ、上かいか。次下かい。うん、だいたいバテ上かい繰りては分かっとってから。その感じおいがね、上を置いて知ってるから。ああ、どっちか分からんの。ここがオープンにしてる。だからそのめんどくささを。だからめんどくさがちょっと。思ったより。思ったよりめんどくさがこの辺全部外さない感じだけど、あの辺の。あ、そうやん。出会ったかな。この辺が全部なんか外さない。水巻町の町営住宅で関杉美さん当時52歳を殺害し、通帳などを奪った疑いが持たれています。その後の捜査関係者への取材で、和美容疑者が岡村容疑者親子に対し借金があったと見られることが分かりました。和美容疑者が関杉さんの通帳を使って現金70万円以上を引き出した罪ですでに起訴されていますが、任意同行時の所持金は1000円ほどでした。警察は和美容疑者が岡村容疑者親子にも借金返済のために犯行に及んだ可能性もあるとみて調べを進めています。次に今日午前8時半ごろ、